林幻は、地方競馬の船橋競馬場所属の調教師、元騎手。地方競馬教養センター騎手家庭第75期生。本名は、下藤幻だが、登録名は林幻である。中央競馬の騎手を志し、中学校卒業時に、競馬学校を受験するが、不合格となり、高校に進学。高校在学中に、 地方競馬共用センターの騎手課程に合格。2002年3月31日付で、地方競馬騎手免許を取得し、函館義弘9社からデビュー。同年4月16日第1回船橋競馬1日目、第2競争 C37 組条件戦パダンパダンで、初起乗。 同年6月26日第4回船橋競馬1日目、第3競争 C34 組条件戦を時のマックスで優勝し、初勝利。2004年3月22日第18回全日本、新人王総派戦出場。2004年6月7日、函館吉弘町教師が、事故により死去。その死をきっかけに、アメリカ遠征を志すようになり、渡米。 2006年6月9日から、キーンランド競馬場で研修を開始した。同年11月25日に、フュージャーパーク競馬場で、初騎乗を果たすと、翌2007年1月25日に、ケンタッキー州、ターフウェイパーク競馬場で、ナショナルデーに騎乗し優勝。渡米後23戦目で海外初勝利を挙げた。同年4月には、 オークローンパーク競馬場で行われた g に、アーカンソーダービーでの起乗を果たした。同年12月に、ビザの期限が切れ、日本へ帰国した。アメリカでの成績は172戦11勝2着10回3着27回だった。2009年7月17日第4回川崎競馬5日目、第4競争 c 3一組2組3組条件戦を、キャッスルオリオンで優勝し、 地方競馬通算100勝達成。2014年7月29日から10月23日の間、北海道競馬の山田和久9社に所属指揮官限定起場をした。2016年9月21日付で、渡辺薫9社から千葉県騎手会へ所属変更。同年9月30日船橋競馬第7。 競争コスモス賞3歳選抜場条件戦をカスタネットで優勝し2839戦目で地方競馬通算200勝達成平成29年度第3回調教師免許試験に合格し2018年4月1日付で調教師となる全日本新人王総派戦から LL サイズ新人王総派戦 柴原騎手が優勝ダッシュ NETKEIBA.COM 船橋の函館調教師、死去ダッシュ NETKEIBA.COM 奥闇、函館よしひろし不法 .COM 船橋の、林幻卸騎手、米国初騎乗ダッシュ NETKEIBA.COM 船橋の林幻卸騎手、米国初勝利ダッシュ NETKEIBA.COM 林幻卸騎手、 米国重賞に騎乗ダッシュ NETKEIBA.COM 船橋の林間殺し機種、米重賞騎乗も大敗。ダッシュ NETKEIBA.COM、林間殺し機種、米研修から帰国ダッシュ NETKEIBA.COM 林間殺し機種の期間限定騎乗について、船橋競馬林間殺し機種の所属変更について、船橋競馬、 船橋、林幻機種の通算200章について、楽天競馬、平成29年度第3回調教師、機種免許試験新記号各社について、地方競馬全国協会、2018年4月4日閲覧、ありがとうございます。